どうも皆さんこんばんは。お疲れ様で、ございます。真夜中のみんな水曜から夜更かし深夜のドズボンラジオのお時間がやってまいりました。が、ボンさんがいません。寝てんのかな？寝てる説ある？最近ボンさんもうなんかわけわかんない時間に寝て起きてるからな。まだ起きてない可能性あるか。今日確かにボンさんの気配一切、今日一日ボンさんの気配一切感じ取ってないわ。なんなら今日昼ミーティングしたんですよね、僕ボンさんと。14時ぐらいにミーティングしてそっから寝たのかな。ちょっと読めないですね。え？いや最近だから夜に起きて夜から配信してるでしょ。でも最近だってボンさん配信しすぎて朝起きても基本やってたりするから、もう配信時間バグってるもんね。深夜のドズボンラジオに寝坊してくるのは初めてじゃないですか。え？今来ました。遅くなりました。ボンさん寝てました？遅くなりました。いや、なんか走ってきた感出てますけど。いやいや、走ってはいないです。ごめんなさい。寝てました、ボンさん。寝てないです。シンプル遅刻。シンプルです。いや、バタついたスタートだって申し訳ない。いや、じゃあ寝てんのかなって。最近、だからボンさんが、すごい朝まで毎日配信してて、はい。なんか生活リズムが全然読めないから、シンプルに寝てる説あるなみたいな話をみんなでしてたんですけど、シンプルに寝てる時もあります。いや、時もありますじゃなくて。次もあります。あ、そうなんです。今日忙しかったんですか、ボンさん。今日は忙しくはないです。あ、そうなんです。はい。いや、でもあれですね、この前ボンさんがなんか遅刻した時は、はい、なんか、うん、はぁはぁ言っときゃいいみたいなこと言ってたんで。そんな言い方したっけ僕。いや、なんかその、遅刻した時は、うん、なんかその、走ってきた感出しときゃ、まあ、なんとかなるみたいな。ああ、まあまあ、それは大事、それは大事。それは大事、すごい大事、それは大事、すごい大事。それはすごい大事。皆さんもぜひね、参考にしていただきたいなと思うんですけど。はい。今日もご視聴ありがとうございました。よければ、他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。